今日午前1時30分最終電車の運行を終えた大阪メトロ本町駅に入っていく人たち。ホームには深夜にもかかわらず大勢の人が。真剣な眼差しでメモを取っていますが、一体何をしているのでしょうか。中央線のですね、音源を今回改めて、作成しようと。大阪メトロ中央線は大阪・関西万博の会場である夢洲まで延伸することが決まっています。それに合わせて万博を盛り上げようと、電車の発車メロディーを新たに制作することにしました。万博に向けた機運醸成、未来感でありますとか、このワクワク感、そういったものがですね、お客様に伝わる、そんな音源であったらいいな。集まったのは新しいメロディーの制作を担当する音の専門家たち。試作のメロディーは3パターンまで絞り込まれていて、この日は電車の走行音などを流して実際の駅の環境でどのように聞こえるかのテストが行われました。まずは万博会場へと続く路線をもとに、未来へ弾む夢をイメージした A 案。その他、夢島という言葉の抑揚をイメージした B 案。上昇感のあるメロディーをイメージした C 案。上りと下り合わせて6つのメロディーがテストされました。A 案が一番気に入ってます。未来的思考が一番あったような曲に感じる。およそ20秒のメロディーのために会議は午前4時頃まで続きました。新しいメロディーは今年秋に決定し導入されます。